ナイフを持った相手の対処方法です。お腹に対して、ついてこられた時にはですね、両手で押さえずに必ず手の甲で、ね、止めます。そして手だけですとそのまま押されて刺さってしまいますから、ステップバックしてお腹ができるだけ遠くなるようにします。右手でも左手でも一緒です。足を下げるのはどちらでも結構です。そして、ね、クロスチョップでドン、右手が前になるようにして止めてあげる。右手で相手の小指側を持って自分の手首に誘導、手首、肘に誘導します。相手の親指の付け根、母指球を持って、この時脇が開かないようにします。そうすると武器を奪うことができます。もう一度クロスチョップからの、これが挟み方が浅かったり自分が体勢悪くなると攻撃されてしまいます。まずは相手の手首をしっかり殺して締めていく。